この時間は日本対オランダ、こちらの一戦をお届けいたします。南米有数の都市チリのサンティアゴ、そのサンティアゴ南東部にあるエスタディオモニュメンタルでコロコロでこのゲームは行われます。4万7千の収容人数を誇り、南米大陸でも指折りのスタジアムとして知られています。オランダ国歌をお聴きいただきます。続いて日本国国歌です。北澤さん、4-5-1 のシステムでこう来ているんですが、このワントップ、期待されるところは大きいと思います。出来不出来で全く変わってきますね。そうですね、機能してくれないと攻撃にならないですからね、まずはボールがこう収まるということが必要になりますよね、はい、一番の役割としては点が取れるということだと思いますけども、はい、まずは起点になるということができないと、役割を果たすことにならないですからね、はい、ワントップとしてそこにいる、そこでボールが収まる、そして攻撃につながる、もうこの役目かなり重いですね。そうですね、それをしてくれないと全体が押し上がれないので、攻撃のスイッチにはつながらないですからね、はい、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。日本対オランダ、エキシビションマッチをお届けしてまいります。さあ北澤さん、本日の試合どうだ、このシュート、6回ですよ。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、見事に相手ディフェンスを翻弄しましたよね。これは普段絶対に開かないところにバイタルできましたからね。崩し方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さがまた素晴らしいですよね。今日先制はこの早い時間でした。いや、大きいですねこのゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよね。この後も流れに乗りたいですよね。チャンスを演出できるか、ミチョラ。オランダとしては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね、これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね、サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、そうすることで中央にスペースができるので、そこに列目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね。スルーパスを狙う、シュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。出だし、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。受けるか、フレンキー・デ・ヨング、
堂安、さあ一気にカウンター、ルーズになる、抜いた、シュート、中村、上げてくる、頭だ、キーパー、いやーキーパーよく止めましたね、ナイスセーブでしたよね、これは。これはつながりません。裏へのスルーパス、オフサイドですね。残り3分というところでしょうか。キーパーからのロングフィード、さあ持っていく、ヴィンセント・ヤンセン、右サイドへ振ってスペースを狙う、オフサイドか、ここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。前半から得点が動いています。日本先制して前半を折り返しています。選手たちの表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。そこまでいい流れで来ているので後半も続けていくことでしょうね。日本対オランダ、日本が1点を先制して後半を迎えます。後半スタートです。日本としては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね、はい、デリフト、アケ、フレンキー・デヨング、ベルフハウス、ここはちょっと強引か、川崎、自分で行く、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。拾いたい、クラーセン、オランダが最終ラインまでボールを下げる、デヨングからこのフィードパス、デリフトからのフィードボール、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。オランダはここで選手を変えます。エルフハウス、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては追加点が欲しい時間帯なんですけどもね、なかなかフィニッシュまでの形が作れてないんですよね。もっと前線はシュートで終わらないといけませんよね。エルフハウス、緩いボール、もうこれいいでしょ、さあ上げる、中央へ、これはキーパー、オランダとしては先ほどからいい攻撃は見せてるんですけどもね、なかなかシュートには結びついてないですよね。オランダ立て続けに選手を入れ替えてきます。さあオランダ同時に2人の選手が入れ替わります。
ブリント速いパスパスデヨング、ループデヨングからスペースに出るオランダ、ここでファールをもらいます。選手たちちょっと気が立っているようです。およそ30メートルというところです。さあ誰に合わせるのか。このクリアボール拾いたい。ヘディング！来た！追いついた！オランダ！ここに来て同点！コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。オランダ、ここで追いつきました。ここ非常に疲れを感じる時間帯なんでね、はい、そこを気持ちでカバーしていかに走れるかが重要になってきますよね。なるほど。裏へ出るか、足元のシュート、シュート、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな。裏へ出るか、ここで受ける。いや、これは素晴らしい反応でした。いや、いい反応ですよね。ワンセーブですよね、これは。オランダはメンバーチェンジがあるようです。コーナーキック、さあどうする。ここは一旦後ろへ、ミドル。まあもともとミドルが得意なプレイヤーですから、もう隙があれば打ってきますよね。大きく蹴り出しましたが、ここで終了のホイッスル。1対1、引き分けという結果になりました。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。日本としてはリードで迎えた後半でしたけども、しっかりと追加点を狙いに行ってましたね。ただ相手も決定的なチャンスを見逃しませんでしたし、非常に見応えのある試合内容でしたね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。1対1の引き分けで試合を終えています。